そこに見えるのは天一。天一。いやあれからえらい長い間時間かかったね。だいぶ歩いたわ。まんや。よう昼食うてまたラーメン行こう言うな。食べな。ということで天一に行きましょう。チャーハンセットに大盛りのネギ。でかくね。いやなんかそのこっちだけでかいな。結構皿がなかったよ。いやいや大盛りでしょこれ。ご飯に辛い。大盛りやな。やばい。いただきまーす。さっきのなラーメン食べた後やから。この安定の味。めっちゃ久しぶり。よだれ出てる。よだれ出てる人はほっといてネギをかけていきましょう。このこってりスープとネギがまたむちゃむちゃ合うからもう糸島の黄金セットですね。これ近所のチェーン店で安定の味って言ったらやっぱ天一っすな。またこってりやから麺にいっぱいスープがついてもううまいわ。これラーメン食うときってマジでテンション上がる。ほんまラーメン大好きです僕。麺よりスープが欲しい。スープ大盛りってないんだ。バカだわほんま。脂質と炭水化物の化け物ラーメンに脂質と炭水化物のチャーハンで口の中を潤していきましょう。やっぱ体に悪いものはうまいわ。いやあれ何で取るん。初回からやってんのバレねえやんか。やめてよ。ラーメン食べて。待機浸してんねん今。この天一のスープにご飯をドボンするなんてなかなかやりよるな。クソ芝が食べてるうちにもご飯をドボンしまくってます。この天一のスープというのはほんま万能スープやと思う。一家に一個天一スープみたいな感じで、この万能スープに唐揚げもひたひたして食べちゃいましょう。正直に言う唐揚げはそんなに合えへんけど、いつもこれ僕はドボンします。うーわ取られた。なんと唐揚げをパクったらチャーハンをパクられてしまったクソ芝、痛恨のミスである。うわめっちゃ豪華な定食。もうなくなったし残りのご飯唐揚げ。実はこのラーメンもいる。なんでラーメンもいる。麺足りひんやろ。まあ、ほら麺もなくなった。パソか。まだ唐揚げ残ってるから、ゆっくり食べてね。ご飯もまだモリモリある。スープあげようか。いいです。なんなら皿交換するそれ。さあ相方のお腹が満腹になったので、すべてクソ芝に回ってきたのでクソ芝のタイムが今から始まります。まずはチャーハンを完食、そしてご飯にこの万能スープをかけていただきます。正直言うとこれむちゃむちゃうまいからむっちゃ好きです。なんかねひたひたになってでご飯粒一粒一粒を最後このかき込む感じ、これが最高です。ごちそうさまでした。